こんにちは、さあやです。今日はアイシャドウをぼかしてグラデーションでふんわりとしたアイメイクを作ってみました。ぜひ最後まで見てください。まず最初にブラウンのアイシャドウをチップで二重幅から少しはみ出るところにのせていきます。その後何もついていない筆で上に向かってぼかしていきます。この時目尻側は下に向かってぼかすようにすると丸い目になれます。こんな感じで一色でアイシャドウのグラデーションができます。そしたら一番濃いブラウンを目の際に細いチップで入れていきます。そしたら先ほど上のアイシャドウでメインに使ったブラウンを目尻から黒目の下まで入れていきます。そしたらまた何もついていないブラシでぼかしていきます。そしたら目頭のくの字の部分にラメをのせてキラキラとさせていきます。そしたら今回はアイシャドウをメインにしたいので、アイラインは粘膜のインラインの部分だけ引いていきます。そしたらまつげをビューラーで上げた後にマスカラ下地を上下ともに塗っていきます。マスカラを上下ともにささっと塗っていきます。はい、これでアイシャドウをメインに使ったふんわりぼかしメイクの完成です。インラインだけなので時短にもなるかなと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。さやでした。バイバーイ。